佐藤氏。佐藤氏は、日本の士族の一つ、藤原秀郷をその源流とする。その由来は、左衛門の城の藤原氏の略とされるほか、佐野の藤原氏、佐渡の藤原氏などの小説がある。忍ぶ佐藤氏は、藤原秀郷の古戦常を始祖とすると言われ、高清氏が沢渡り守るに認じられたことにより、佐渡の藤原ということで佐藤を名乗った。 あるいは、藤原の羊で、藤原氏の補佐の意味、助で佐藤とも、忍佐藤とは、他の佐藤氏と区別する際、忍地方、福島県福島市を、羊本拠地としたことによる、一般故障で、自ら、忍佐藤と称していたということはない。源義経の老党として自称、受影の乱で活躍した、佐藤つ信、佐藤忠信兄弟も、 この佐藤氏の出身で、その父、佐藤元春、現氏は、忍福島県福島市、飯坂温泉付近に小園を所領し、忍ぶ掃除、油掃除としたと言われる。佐藤元春の妻、おつわこ佐藤兄弟の母は、藤原清平の孫にあたり、その縁で、欧州藤原氏の一族として、源頼朝の欧州討伐の際、関名坂に陣を指揮防戦した。 その後、佐藤氏は許されて、忍ぶ、福島県福島市の地に名脈を保っていたが、南北長期に伊勢へ移住する。一部が、古地、忍ぶ周辺で生き残り、相馬市、佐竹市に仕え、幕末には、道のく白川藩の大官となっていた。伊王寺や、菅野山公園、大鳥城、福島市に、佐藤氏の遺跡が残存する。戦後昭和期の首相、 岸信介、佐藤栄作兄弟を輩出した長州藩士の佐藤家も忍佐藤氏の子孫を自称している。各地に子孫を残し、それぞれ初家に固形図が現存する。なお、佐藤氏の本拠地の福島市飯坂では、伊予寺における佐藤一族の法要の主催者を、家の当主、助藩殿と、呼称としている。現宮城県元吉郡、津屋の孫めに、 佐藤元春の妻である藤原清平の伐師、藤原清綱の娘のおつわこ姫が化粧料を持っており、その因縁で佐藤忠信から七代目の佐藤信次が当地へ移住したのを発祥とする。道の区国の佐藤氏には、殺来して佐竹氏に仕え、秋田藩主となった者がいる。佐藤平左衛門は、殺来して秋田郡比内に行った村に住まい、 足軽免許を受ける。子孫は、秋田軍十二所に住まうという。大江広元の長男で、上級三年、千二百二十一年、上級の乱で敗れた、大江地下広に従って、出羽国佐外相に定住した一族。藤原秀里を家祖とし、美濃佐藤氏より別れる。佐藤清綱の時源頼朝より、武蔵区に入間里を与えられ、子、佐藤元春は、 大江地下広の佐賀江僧選挙に従いで和国に入り、以後佐賀江氏府代の家臣として活動する。本願地、武蔵区に入間にちなみ、佐賀江僧の定住地に入間の名をつけて盾てを築き、豪とした、現、山形県西村山郡西川町入間。天正十二年、1584年、佐藤正君は、佐賀江氏が、最上氏に敗れると、当主、 佐賀江田本と共に自害して果て、その子の佐藤茂義は、もがみに仕えて、大阪の役に従軍している。直系は現在まで続く。県山形県西沖玉郡小国町主、沢の役史上上主、佐藤義春が、佐藤元春の子孫と称している。では国では、宇前地方に、佐藤氏があり、老いたま軍殺戦に、佐藤正信。 県心中心はここに生まれるという。また、漢字年間、1087年から1094年、田川郡坂田に住まう佐藤坊が、坂田二郎を名乗るという。また、王将や佐藤氏は、田川太郎の末裔という。また、悪味軍中山城主に、佐藤上野の主心がおり、宗密寺を建立するという。また、天道氏の家臣に、佐藤氏やった。また、 鶴岡三日町に佐藤史郎左衛門屋勝ちの名が見える。佐藤茂よりは本政藤原氏。元最上家臣であったが留理して秋田に来て佐竹氏の家臣となり歩行禁止をするという。幕門は半月七世。また、雲地方の大名小野寺氏の家臣に佐藤氏の名が見える。道家は本政藤原氏で、佐藤大見は小野寺家道。 輝道の家臣であったが、孫の道勝ち,ちの代にさすらいして、平賀郡に横手に住まい、秋田藩に仕官するという。本生は、藤原氏、佐竹氏の家臣として、秋田藩氏たる一族に、佐藤新部の系統がある。正国は、不詳なため、では佐藤氏に掲載する。また、佐藤助右衛門三男、佐藤信元の系統がある。佐藤氏は、 増井村、正宗寺に、佐藤慶樹が所蔵されるという、日立大田城主の家系に、藤原千常を外する、佐藤氏があった。佐藤氏里の第二、日立源氏の佐竹正義の信仰を受け、大田城を追われた。ただし、子孫は、俗滅を免れ、久治軍下付軍をはじめ軍内に到着する。また、あず鏡によれば、権略年間、佐藤光樹という者が、 北地国に所領を得たとある。さらに、新編国史には、高郡宮田村に、霊六、1558年から1570年、天正、1573年から1592年の頃、佐藤行という武将がおり、藤原氏の流れで、佐竹氏の重臣、小野崎義政に仕えて武功があったとされる。家門は丸に上がり藤丸に、梅鉢、源寺社、王に、 源氏社、六桁、源氏社、丸に三つ、柏、丸に釘抜き、丸に、剣花菱、丸に須浜、丸に立花、丸につた、丸に八桁水車丸に三つ引き、丸に抱き妙が、丸に木工、丸に四つ目。以下は、元は、日立国の佐藤氏であるが、佐竹氏の家臣として、同家の久保田藩天保に随行し、出和国に移住した一族である。は、 名の前に、過疎は丸をつけた。系譜の筆頭にあっても過疎でないものには特に記号を付記していない。佐竹家臣として、日立国より秋田に随行した武士として、佐藤家門の名が見える。日立国より、佐竹氏の秋田天皇に随行した者として、佐藤備中の名が見える。道家は、本政藤原氏。幕門は車ある沢方を用いる。同じく、 佐竹氏の秋田天舗に随行した佐藤氏として、佐藤正門の名が見える。道家も本姓を藤原氏とする。幕門は車ある商用を用いる。佐藤天右衛門の家系は、秋田藩に料理人として禁止するという。佐藤昌州の一門も秋田藩で料理人として禁止するという。佐藤正都氏は、あっしな吉勝に仕え、佐竹氏の秋田天舗により、 その一門として移住する吉勝に随行し、では国仙北軍角野立に移り住むという。正重の代に、足なしが断絶し、その後は佐竹北佐竹北家の吉地下に仕えるという。佐藤重忠の家系は、慶長十一年、1606年、十栄の代に、日立より、秋田軍十二所に移住し、秋田藩に仕えるという。サモニ三鶴の要帝、 佐藤治虫の系統があるという。以下は、佐藤茂友の次男の佐藤茂道の系統である。佐藤国平は、本政藤原氏。佐竹氏の秋田天保に随行し、日立国より秋田に下校、小月部に湯沢するという。治行は14国。元道の区国の岩木氏の家臣で、佐竹氏に従い日立国に住むという。佐藤信二の第二、秋田天法に随行し、 小月郡院内に住むという、形絵門進化の次男分流に佐藤信正の系統がある。本世藤原しながら、祖先の名府省の佐藤氏あり、慶長年間1596年から1615年に、日立国より秋田に移住する。阿波佐藤氏は、佐藤相模守正光の系譜である。桑の城主であった阿波佐藤氏は、 長蘇壁氏の大軍に攻められ、中富川合戦で大敗し滅亡する。難を逃れた諸流の子孫は、阿波国阿波軍、伊豆機号、玄徳島県阿波市城町伊豆木等で昭屋として、続いたという。加ジデ伊部家、八ハ坂の東、上内、相模は、同じ藤原秀里の流れと伝えられる。藤原ふ崎の総孫、藤原金清の子、佐藤君康。 佐藤太志、十、木の国との記述が、尊比文脈にある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。